銀河鉄道のの夜宮沢賢治午後の授業では皆さんはそういうふうに川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当に何かご承知ですか先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。 カンパネルラが手を挙げましたそれから4,5人手を挙げましたジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだんですがこの頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く本を読む暇も読む本もないのでなんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした ところが先生は早くもそれを見つけたのでしたジョバンニさんあなたは分かっているでしょう。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでしたザネリーが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いましたジョバンニはもうドキドキとして真っ赤になってしまいました先生がまた言いました 大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体たい何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をパンパネラの方へ向けて、ではカンパネラさんと名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネラがやはりもじもじと立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。 先生は意外なようにしばらくじっとカンパネラを見ていましたが急いで「ではよし」と言いながら自分で製図を指しました。